そのブルーマウンテンを深煎りにするとね、うん、甘みも全てなくなるんですよ。あ、そうなんですか。そうです。深煎りやると、おそらくこれがブルーマウンテンですっていう、当てる人はほとんど言ってないです。あ、うん、はい、あの良さが消えてるわけなんでね。はい。はい、深く煎るとね。はい。で、逆にどんな味かっていうと、気抜けしたような味になります。気抜け、うん、はい。要するに、物足りないになります。ああ、物足りなくなっちゃうんですね。そうです、そうです。はい。うんうん、で、逆に浅煎り、まあ、浅煎りはまだ飲めるの、かなり浅煎りで注文した場合、うん、ブルーマウンテンの、浅煎りになると、うん、今度は逆にバランスじゃなくて、今度は渋みが出るんですね。渋みが出る。はい。まあ、酸味を超えて渋みですね。ですから、甘みとか苦みとかいうのはあまり感じられないんですね。ですから、一般的にストレートというのは、最低中入り、うん、いうのが前提になりますよね。なるほど。はい。そっか、そっか。これ、先ほどのプレミックスとか、うん、アフターミックスに関わりますよね。そうです、そうです。ストレートコーヒーっていうのは、あまりこう、まあ、中入りがはい、いいという感じで、皆さんちょっと捉えてるわけですね、きっとね。そうです、そうです。うん、で、また、ブレンドにちょっと戻すんですけどもね。はい。はい、ブレンドももちろん、ほとんどのメーカーさん、中入り、深入りとか、いろいろ種類があると思います。はい、あるんですね。はい。うん、はい、まあ、それぞれの良さがあるんですけども、これも、はい、ある程度、浅煎りを加えるとか、中入りを加えるとか。はい。まあ、まあ、それ以上、基本的にはプレミックスみたいな形になるんですけども。はい。はい。例えば、家庭で飲む場合に、さらに先の味の調整の部分で、うん、さらに、深入りを入れるとか、浅煎りを入れるとか、そういう調整によって、味の方向性、好みの方向性、いうのは近づけることは可能ということですよね。うん、なるほど。うん、はい。ですから、まあ、一概にはちょっと言えないんですけども、うんうん、はい。一応、ブレンド、ストレート、エスプレッソ、その3種類というのは一応基本になりますよね。なるほど。はい、そのブレンド、ストレートコーヒーは、はい、その味をこう保つために中入りしたりして、中引きで飲むのがいいですね。はい、で、だけど、ちょっと、はい、濃く飲みたいとか、はい、そういう時は、細引きにしたり、はい、浅く引いたりして、はい、浅く引いた場合は酸味がちょっと出るとか、はい、この辺を覚えておくと、はい、同じ豆でもいろいろな、そうですね、楽しみ方ができますよね。楽しみ方ができるっていうことですね。はい。はい、で、基本的には、まあ、ブラジルのサントスっていうのは一般的に、はい、おられてる、リーズナブルでちょっとあるんですけどもね。はい。はい、まあ、配合には絶対欠かせないコーヒーなんですけども、ブラジルサントス、はいはい、もしショップ様とかそういうところで購入される場合、浅煎りと深煎りをちょっと購入されるんですね。購入した方がいいですよね。で、それを、後々、配合に使うというやり方が一番いいですよね、リーズナブルで。あ、これちょっと豆知識ですね。ブラジルサントスというストレートの豆の、はい、深入りと浅入りを買っておいて、はい、もう少量でいいんです。はい、で、先ほど言った1割、2割混ぜていくような、はい、そうです。そんなことをやって味のバリエーションというか、はい、いろいろ楽しめると、はい、いうことですね、多分。そうです、そうです。はい。まあ、後々、プレミックスでこうなってしまうんですけどもね。まあ、家庭でそういうミックスをできるという。あ、家庭でプレミックス、アフターミックスじゃないですか。あ、ごめんなさい。アフターミックスですね。家庭でアフターミックスの楽しみができる。まあ、その場合、ちょっとブラジルサントスっていうのをちょっと、持っておくと、はい。いろいろこう、楽しめる。なぜならば、ブラジルサントスというのは一つ、こう、基本的な、はい、基本的な豆というか、はい、そんな考え方なんですね、多分。はい。もう、リーズナブルで、ブレンドとか、やっぱり、世界の相場いうのは、やっぱブラジルなんでね、相場が決まってしまうんでね。ですから、ブラジルの豆っていうのは、ちょっと、浅煎りと深煎りを、少量ずつ買っといて、はい、冷蔵庫、もしくは冷凍庫に
入れて保管しといたらいいと思いますよね。コーヒー豆の保存って冷蔵庫がいいって言うんですけど、これはそうなんですね、やっぱり。そうですね、はい。まあ、冷凍庫でも大丈夫です。あ、冷凍庫でも大丈夫なんですか。大丈夫、大丈夫、はい。あ、要するに熱に弱いんですね。そうなんですね。ですから、火の当たらないところとかよく言うんですけども、はい、どうしても蒸発してしまうんですよね。あ、はい。あ、ですからもう冷蔵庫っていうのはいいんですね。お、家庭の 冷蔵庫に入れていただいて結構、冷凍室でもいいです。あ、いいこと聞きました。はい、もう必ず、入れてもらう方がいいですよね。はい、そんな香りも抜けないと思いますよ。そういう配合をする部分とか、まあ、単独で飲むの場合は別なんですけども、まあ、冷蔵庫に、瞬間的に冷やしてもらうと。はい、で蓋を閉めてもらうと。これ、豆でも引いた後でも同じですか？そうですね。まあ、もちろん豆の方が日持ちはすると思うんですけども。はい。買ってきたやつを、まあ、引いた部分であっても必ず密封してもらうということ、うん、はい、特に、入れたてのコーヒーのはすぐに密封して 缶に入れて、冷蔵庫に入れてもらう、うん、密封っていうのはもう大事ですね。密封して冷蔵か冷凍するということですね。そうですそうです、はい。でも1ヶ月後も引いた豆も一緒でっていうか、うん、そうです、はい。1ヶ月、ぐらいしても十分香りは出ますよ。うん、はい、うん、はい。ですが、まあそういう楽しみ方ですよね。なるほど、はい。でそこに、まあ豆の、3種類の、今お伝えしたんですけども、あと一般的にコーヒーメーカーって家庭で使われてますよね。前回は、ハンドドリップでちょっと説明させてもらったんですけども、はい、あとサイフォンですよね、はい、この2種類の機械の、はい、サイフォンですね、はい、はい。でサイフォンっていうのは、立て方温度より、あれは攪拌の仕方によって味が変化するんですよね。攪拌、はい、あの混ぜ方ですよね。ああ、豆の混ぜ方ですね。そうです、そうです。上、上がってきた時に攪拌するんですけども、あれをゆっくりやると、あっさりしたコーヒーになります。あ、で、力強く何回も混ぜると、まあ、雑味も出やすいんですけども、味はしっかりします。ただその豆にもよるんですけども、サイフォンの場合は、細引き前提になります。サイフォンは細引き、はい、はい、細引き前提ですよね、うん、はい。粗くやると出ないんです。わかりやすく言うとね、味が、コーヒー色が薄くなって出ないんです。あ、はい。ローソー的にも、一般的に、シティ、フルシティもしくはフルシティぐらいが限度ですね。もちろん深くやるところもありますけども、うん、はい、はい。まあ中入りですよね。中入りが一番美味しくできます。よくあの水出しコーヒーというかダッチコーヒーっていうんですか、はい、あれもかき混ぜてますよね。そうですね、やはり攪拌はした方がいいですよね。攪拌でも大事なんですね、ああいうサイズとか。はい、ね、水出しコーヒーの場合は、うん、どうしてもあの抽出度が弱いんでね、うん、水っぽくなるんですね、うんうんうん、水っぽく感じると思います。まあそれが美味しいという方も結構いてるんですけども、うんうん、本来は、ちょっと攪拌するのにちょっとお湯でちょこっとこう始めだけね、なじますぐらいが一番いいと思います。あ、なるほど。はい。蒸らしたりするわけですね。うん、そうですね。ほんまにちょびっとだけお湯を入れて、うん、そこから水出しやる方がいいですよね。あ、そういうことですね。はい。で、あと、コーヒーメーカー、コーヒーマシーン、業務で使うコーヒーメーカーとか、はい、家庭で使うやつもあるんですけども、まあ一般的には、こういうの種類は問いませんけども、うん、ですね、あの落ちる、シャワーっていう、はい、から落ちるんですね。みんなあのメーカーさん、いろいろ工夫されてやってるんですけども、タポタ落ちるとこですね。そうですね、シャワーヘッドって言うんですけども、はい、うん、どうしてもあの部分っていうのは、バランスよく落ちてるんですけども、行き渡りがやっぱりあの弱いところあるんですね。はい、うん、はい。ですから、ある程度下に、抽出スイッチを入れて落ちてきたときに一度止めてもらう。あ、コーヒーメーカー一応止めるといいんですか？止めるんです。はい。スイッチを止めます。下にポタンポタンと落ちてきたときに一旦止めます。これはハンドドリップの蒸らしみたいな感じですか、ね？そうです、そうです。はい。
もう、手動でやるという形です。その部分だけね。あ、はいはい、いいこと聞きました、これも。はい、はい、でそれで30秒か、まあ、1分ぐらい置いて再度スイッチを入れてくる、うん、はいはい、うん、はい、それで随分味が、変わりますよね。ああ、そうですよね、機械だって止めていいんですよね。そうです、はい、うん、でまあ、引き目に関しては中引きもいいんですけども、若干ね細く引いた方が、うん、濃度的にも、ちょっと濃いめに出て美味しく感じると思います。うんうんうん、やや細引きの方がいいですね。やや細引きで、はい、コーヒーメーカーの場合でもですね。そうです、はい、ですからスイッチを一回止めてもらうという形ですよね。はい、で1分ぐらい置いて再度スイッチを入れてもらうと、はい、まあ、1分ぐらいというのは分かりやすく言うと蒸らしですよね。なるほど、はい、それで随分異なりますよね。ああ、コーヒーメーカー本当にちょっとね、あの豆知識ですね。なかなか止める人っていないと思うんですよね。そうですよね、うん、はい、確かにそうですよね。はい、蒸らしっていう作業ないですよね、機械ですから。はい、ああ、早速試してみたいと思います。はい、はい、うん、でこういう感じですね。はい、うん、はい、今日は中さん、今日もいろいろお話ししていただいてありがとうございます。今日はあれですかね、まあ、ひとまず こんな感じで、ございますかね。そうですね、奥深いやつはいろいろあるんですけども、ちょっと説明がちょっとやりにくいのと、はい、あと誤解される部分がちょっとありますので、そうですね、やっぱりいろんなメーカーさんも、言葉でやられてますからね。そうだね、これはちょっと私の、感性でちょっとお話しさせてもらったんですけど、もう中さんとは長いお付き合い僕もさせていただいて、2人だというかね、いろんな話してくれるんですけど、やっぱりさすがご商売でやられてるんでね、やっぱり微妙にこうデリケートなところもありますのでね、うん、はい、うん、よく分かります、中さん、本当にそんな中、はい、でもかなりいろんなですね、奥、はい、深いところ話していただいて、はい、感謝申し上げます。あ、いいえと思います。はい、では、今日はですね、まあ、コーヒー豆の種類とか、はい、まあ、大きくストレート、ブレンド、エスプレッソの一つの、はい、まあ、考え方とか、その焙煎ですね、はい、プレミックスとかアフターミックス、はい、さらにですね、コーヒーのマシーンというか、はい、サイフォンとかも含めてですね、はい、お話ししていただきました。まあ、次回ですね、はい、次回またちょっといろいろ企画して皆さんにお届けしたいと思うんですけれども、今日はですね、はい、まあ、じゃあコーヒー豆から、まあ、コーヒーの入り方、そして、コーヒーの入れ方みたいな、また全体的にお話ししていただきました。ありがとうございました。あ、いい、こちらこそありがとうございます。まあ大阪とこちら東京ということで、はい、オンラインでお話しさせていただきましたけれども、また引き続き中さんお願いしたいと思うんですか。わかりました、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。いえいえ、とんでもありません。これで終了させていただきます。ありがとうございます。じゃあ一旦終了です。ありがとうございます。はい、はい、どうもすいません。ありがとうございます。